Ils sont champions olympiques de la catégorie couple. Olympic champion in the pairs category. ナターリア・ミシクテノフ、アルトゥール・ドミトリエフ、EUN、旧ソビエト合同チーム。ドミトリエフ得意の技を披露しました。でもちゃんと出だしでまずこちら側でリフトして曲を変えて、またこちら側で同じ構成でリフトして両側の、ね、お客さんにも気配って、やはりさすがですね。プログラム構成もこのペアは本当にリフトとかスピンとかないとですね、本当にアイスダンスと思うほどですね。そうですよね、エッジワークもいいんですよね、衣装もそうですし曲もそうなんですけれども、それだけやはりペアの中でも芸術性っていうのは求められてきたんでしょうね。最近は確かにそうですね、ペアの中でもそういう要素が出てきてるようですね。そうですね、結構濃く出てきてますね、アンコールに応えます。場内から掛け声です。Somewhere in your heart, フランク・シナトラ
五十嵐さん、随分体が柔らかいというか、そうですね、大丈夫なのかと思いましたが、もう一つやはりすごいと思うのは、あの体が柔らかいの、まあ、やって見せますね、そうするとあの息ができなくなるんですよね。あ、そうでしょうね。でそうなってくると演技を続けているうちにあのだんだんあの息が苦しくなってくるんですけどね、その気配もないという、よほどトレーニング積んだんだろうなっていう感じですよね。21歳のナターリャさん、そして24歳になった アルトゥール、まあ、独創的な技を、新しいテクニックをこう工夫して披露して、そうしてこう実力をつけていく、世界のトップになってきました。ニシクテノコドミトリエフ、去年の世界選手権のチャンピオン、アルベールビルオリンピックのチャンピオン。さあ今度は手拍子です。完全に片手でリフトしてますね、半周しました。EUN のミシクテノコ、ドミトリエフ。